山、いい飯、いいお酒、始まるよ。始まるね。ああ、ぽんちゃん、はい、2018年の今日は大坪盛や。大坪盛というと大晦日やろ。大晦日のことや。大晦日。今これからな、三条の湯っていうところに向かうんよ。三条の湯。三条の湯や。それなんじゃ、畳が三条か。いや、三条とちゃうわ。三条ちゃうの。うん、まあ三条のなんか川があってな、三条の川、そこからついたのかな、多分三条の湯。三条の湯な、うん、なんか鹿が最初傷を癒してたっていうな。それを先代の人が見つけて、これはええんちゃうかなと思って沸かして入ったら、もう傷がみるみる治るしね、うん、というめでたいお湯のある。あ、じゃあ治癒力のあるお湯でござりまするな。そうやな。今青梅街道の向かってるとこで、青梅街道、この先にお祭りっていうところがあってな、うん、鴨沢からお祭り方面に向かって、あ、今お祭り山荘があったの。お祭り山荘、その先を右に曲がるとこがあるはずや。右な、うん、そうや。あ、ここか。これがな、林道や。ほら、ああ、登山者の方がおるで。登山者の方、あ、これはパーティーでございまするな。ガイドさんがおられます。多分これは宿で一緒になるやろう。やるな、うん、よろしくお願いします。楽しみや。これ林道や。林道ね、うん、まあ普通車でもな、これならいけそうや。部長くん頑張れ。頑張れな、うん、これでも向こうから車来たらちょっとやばいな。これは結構な。相互交通はできませんな。ガタボコ道やで。ガタボコ道や、うん、これはジムニー道やな。ジムニー道ですな。うん、部長くん頑張れ。これがだいたいまあ 2.2 キロぐらい行くと車で行けるギリギリのところまで行くの。2.2 キロ。うん、ああ、そのぐらい稼げるとありがたいですね。え？2.2 キロ稼げるとありがたいね。ああ、さっきの人たちもな、今車をあてらの車通ったやろう。うん、きっと、うん、あ、乗せてってほしいなって思う人が3人はいたやろ。そんなにおるかな。ああ、おるかもな。2人は乗せられるけど3人は無理や。ああ、団体3やから。まあ手なんかもうそうやって車が行くとな、あ、乗せてってくれたらええのになっていつも思うよ。思います。リフト欲しくなる。もうできるだけ稼げるとこは稼ぎたいもんや。稼ぎたいが、アルバイトは嫌や。アルバイトは嫌やな。嫌や。この間のアルバイトなんかひどかったで。ひどかった。ああ、道が崩落してたっつうんで6キロぐらいアルバイトしたやろ。3本やりやろ。3本やりや。3本やりな。福島とどこや、山形、山梨、栃木や。栃木と県境の山やな。三本槍だからな。あれはな、まあ那須三山の一つと言われとるんよ、あそこはな。あの崩落のおかげで随分アルバイト稼いでもらいました。稼がしてもらいました。散々歩きました。はい。もうそうこうしてるうちにあれや、だいぶ来たで。うん、うん、まあ 2.2 キロやからあと半分ぐらいかな。半分。うん。なんかちょっと凍ってるところがあるな。凍ってますね。うん、でもこれ東京なんか会津から来た時は大吹雪やったけど。ああ、こっちは雪全くないね。山でもね。雪ないな。よかったな、部長くん。やっぱり東京やね。うん、うん。東北とはちゃうね。ちゃうな。うん。お天気もいいな。あれ、なんか工事してるよ。工事、あ、工事大丈夫や。工事道広げてんのかな。まだ行けるね。まだ行けます。よかった。なんか車が止まってるけど。何台かおりますね。工事の人の車かしら。かな。うん。あ、もう一台止まってる。登山者かしら。うん。この先車止まれるとこあるのかな。いやー、どうやろうね。まだ行ってみないとわからんね。なんせ初めてやからな、こっち来たのが。登山者さん、あ、降りてくる方や。天白やな、あれは装備がな。あれ、なんか雪止まりになっとるね、ここで。ここまで、車はここまでですね。ここまでか。うん、ここまでのようです。門があるもん。そうやね。門がある門がな、あそこから先はバイクも車も入れんね。入れんね。でもちょうど1台止められるやろ。のラッキーや。後ろ見て、ここまででええか。うん、もうちょっと。もうちょっとか。おっしゃ。はい、今日は雲取山へ参りました。三条の湯を経由して雲取山、今日は三条の湯まで行って、12月31日ですからね、こんちゃん。12月31日、うん、だからまあ今日は忘年会やな、平成最後や。でここは三条の湯経由の、林道の最終地点やな。林道最終地点なんていうとこやったっけ。なんとか橋、雲取、倉取、倉山橋、倉津橋やな。まあそんなとこや。まあそういうとこに来まして、今何時、10時58分、まあ大体11時ということで、出発ははい、では行ってみたいと思います。林道五山線です。これをずっと上がっていきます。まあこんな道がだらだら続くらしいんや。はい、五山林道を今行ってますね。大体ずっとこんな平坦な感じですね、ポンちゃん。五山林道な、平坦ポンタンや。これ車が通れるから。そうね。三条の湯の輸送に使ってるやろ。なるほどな。じゃあもうちょっと行ってみます。さすが東京はあったかいな。あったかいっていうか、もう暑いわ。暑いか。もう東北はもう大吹雪やったで。北方は。北方は大吹雪や。前見えんかったもん。ここはまだ秋か。秋終わった頃か。秋終わった頃か。やっと葉っぱがみんななくなってしまった。まだ秋やろこれ。日差しがあったかいよ。日差しあったかすぎる。うん。黒滝橋って書いてあるな。黒滝橋や、ここは。さっきのは、片倉橋。片倉新之助じゃなくて。何やったか。慎太郎じゃなくて。片倉小十郎や。小十郎様。小十郎や。片倉小十郎様といえば。兄上。小十郎様。正宗さんの。片腕や。いとこじゃない。いとこや、片腕やな。片倉小十郎さんや。そうや。まあもう少し行きます。ほらポンちゃん、これわさび棚やんか。わさびか。わさびやろ。あ、この綺麗な水でな。水でわさび作っとるやろ。上手にこの谷間の地形を利用して。おう、ええなあ。これなら山に住んでもええな。そうや。わさび作るか。わさび作りましょう。さあ行きます。はい。行きます。まあだいたいこんなだんだら道やな。だんだら道。ああ。だんだら。中のまだ角度感というか高度感は大山積神社より楽やね。今わてもそれ言おうと思ってたとこなんや。大山積神社のあの坂よりまあ楽やろうなーって言おうかなーって思ってたら言われてしもた。あんちゃんがな言う前に言ってしもた。そうやろ。だいた同じこと考える。考えとるな。それも同じだ。タイミングでな。それでちょっと先に言ってしまうやな。先に言われちゃうとやられた感があるな。たまにあんちゃんにもそうあるからな。あるか。氷の滝です。じゃん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 。氷の滝。おお、すごいね。氷の芸術や、うん、芸術作品や岡本太郎さんや、自然の芸術やな。これは素晴らしいね、うん、はい、塩沢橋到着。ここは塩沢橋や。塩沢橋、うん、昭和35年10月竣工か。うちの兄貴の誕生日のすぐ後やな。生まれる2年ほど前やな。塩沢橋まで来ました。前は岩山や。岩山綺麗ね。岩山やな。空も綺麗ね。空も今日はの天気や。ほら見て、皆さん真っ青やで。これ今日は何日や。31日。12月の31日やろ。12月31日。秋や。秋、平成最後や。秋や。平成最後の大晦日やろ。秋や。まさに秋や。冬やないな。葉っぱも残っとるで。葉っぱもな、枯れ葉っぱ残ってます。さあ行きましょう。岩の芸術綺麗ね。おお、なんかこれは岩の芸術っぽいの。とっても綺麗ね。綺麗やの。ここだけなんか火山の溶岩がモコ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 って盛り上がって、周りの土が削られて。でもこれ多分この道路を作るときにある程度は人間さんも削ったんと違いますか？それは言えとる。うん、人間さんも削っとるかもしれん。ちょうど自然のものを流用して上手に削って、そしてこの道路を広げたんや。そうやし、うん、そうやろな。まあ人間さんは努力の賜物やな。そうやろな。自然は努力はしないからな。人間は努力すると。あれさっきさ、解禁とかなんとかって書いてあったけど、解禁の反対って何？禁漁や。何を禁漁取っちゃいけないの？魚や。魚？イワナとかヤマメさんとかな。うん、魚を取ってはいけないっていうのが禁漁や。あ、じゃあここで魚取っちゃいかんの？それはだから期間があってな。期間。うん。漁していい期間っていうのがあるや。漁していい期間。ああ、その期間は漁していいんやが。うん、禁漁期間というのもあって、それはだいたいもう冬場はダメやな。4月までだいたいダメや。そうや。それ禁漁期間や。で禁漁の場所を禁漁区というんやな。禁漁の区間ね。禁漁区間や。はい、ここが分岐になってますね。奥後山っていうのかな。奥後山を得て。雲取山方面、よもぎ尾根から奥玉小屋だそうですね。こっちの道ですね。でも私たちは三条の湯方面、こちらへ行きます。東京都の皆さん、ここが東京水道水源林の場所です。ここが東京水道水源林で、まあ水の源の林ってとこやな。これは東京都民の人たちの命の水や、源や。ああ、そういう源の林の森や。そういうことやな。だから奥多摩は大事にせんとあかんのや。東京都民の方はここに足向けて寝られんの。ああ、寝ちゃいかんな。ありがたいな、ここはな。ありがたい林やな。だからな。林や。林。ありがたい。話やないよね。話やないよね。ありがたい林やな。ここはありがたい林なんや。話なんか。林。そうか。うん、そう。あんまり言うとしつこいな。しつこいな。今のしつこかった。ちょっとしつこかったな。それでな。もう少し明日に行こうな。それでな。あのな。気がついたことはな。なんや。だからここは大事にされる。なるほどな。ちゃんと整備されとるよ。水の源の。林やからな。イエスだ。うん。水は命の源やからな。源の林やからな。そうやな。美味しそうな水や。美味しそうな水や。水や。綺麗な水音や。そうや。その元、さらに元へ行くで。はい。あんちゃん。おっしゃ、ぽんちゃん。そうや、今日はなぜ雲取山に来たかというお話をしましょう。なぜ雲取山に？今年は2018年やろう。2018年ですね。雲取山は2017メーターや。2017メーター。本来2017年の去年登っとけばいいっていう話もあるやろ。でもちゃうねん。その数字のあやかってね。はあ。うん。2019年はな。世界が変わるんや。2019年。そのために我らはね、今年から2018年から19年にかけてこの東京で一番高いと言われる雲取山、おーすごい鳥やな。鳥さんがパラパラ。おーパラパラ。どこ行くの？激しいで。バイバイ。激しいで。人の動きをセンサーしたのかしら。センサーしたな。うわ、すごい。みんな遅れないで。ほら。まだおる。まあそれで話の続きやけどな。忘れてしまいましたわ。雲取山2018年。あ、そうや。2019年は世界が変わるからな。変わる。わてらも雲をつかみに来たんや。雲っていうのはなかなかつかめんやろ。そのつかめない雲を取れるというこの雲取山。な。皆さんもう雲がつかみたかったらこの雲取山へね、今日来るんよ。今日来んとあかん。なんせ明日は元旦や。元旦やろ。2019年の元旦やろ。元旦の初日のよう見て雲を取ってみ。ああ、九万長者間違いなしか。当たるでー。ほんま当たるで。わらわらたちはね、ニトが行くよ。2019やからな。そうやな、わらわらたち当たるで。そんな感じでな、今日は雲取山へな来たんや。会津からやで。会津の北方から何キロあった？500キロか500キロぐらいかな。3時間できました。そうやな、早かったな。結構車空いてたしな。車空いてたな。31日やから上りだったからね。しかも天気最高やで。しかも北方は大吹雪や。大吹雪やったのに、ここはどうやら別世界やな。秋や。別世界。ここは飛窪橋やな。飛びやろあれ。飛びの字でやな。飛窪橋やろきっと。草冠に鳥って書いてある。と本当に橋が多いの。だってね、ここはさっきも話しましたが、東京都民の水源林。この一つ一つの橋の水元がみんな都民の水になっとるや。命のな。水道水ひねると奥多摩のね、なっとるんや。水源林の水が出る仕組みになってるんや。これが水道から出るんだ。ありがたいもんやな。あんちゃんぽんちゃん。下久保橋やって。飛びやなかったな。ツタクボや。額のなさを暴露してしもうたな。訂正しましょう。訂正、ツタクボ橋でした。はい、帰ります。ああ、水源や。すごい。はい。12時9分。だいたい1時間ぐらい歩いてきたね。ここ二重滝って書いてある。中継点らしいね。お、橋があるよ。下に橋があるから、多分あの先にその二重滝？でもどうやって降りるの？ここから。わからんけど、あるんやろ。そこら辺から降りるんやろ。ロープ伝って？わからんけど。橋ある。わからんけどね。まあ降りるやろ。20だけはここな。行きましょう。水飲み休憩。いやー、天気いいね。すごいよ。もう12月の31日だからね、これ。全然そうとは思えないという。しかもこの暑いこと。暑いのなんだって。美味しい。あー、水うまいね。この水が美味しいってすごいね。素晴らしいよね。塩水。よし、もうちょっと頑張りますか。はい。はい。なんかここから降りれそうな道がありますわな。下に滝があるから、多分あれが20滝でしょうか。あれが20滝でしょうかね。橋がかかってますね、小さい橋がね。小さい橋かかってます。うん。三条の湯のハスラーさん泊まっとるで。ハスラーさんやろこれ。え？ハスラーさんよ。ハスラーさんよ。ハスラーさんよ。ハスラーさん、三条の湯のハスラーさん泊まっとる。はい、御嶽沢って書いてあるね。御嶽沢まで来ました。ここでなんかちょっと工事やってますね。工事、整備工事。おお、三条の湯に到着や。これ。干し肉。なんか干してある。なあ、これ何の肉か知ってるあんちゃん。いやー、これ聞いたよさっき。聞いた？うん。イノブタやろ。イノシシ。ああ、本物のイノシシか。本物のイノシシの肉。イノシシ食べたい。イノシシの肉は筋肉質なんですよ。ね。ね。赤身が強いでしょ。食べたいね。で、油がちょこっとしか乗ってないから。胡椒効いとるで。うん、胡椒効いとる。このイノシシさんは美味しいよ。これは舐めるで、これはやばい。いや舐めるようにとっても。今夜食べます。あなたはまだ食べられませんからね。食べます。この方はまだです。何日かこの状態で干してあげないと食べることはできません。だからあとまた3日後か4日後か何日か後かに来たらこのイノシシの肉。男湯やで入りますよ。ああ、温泉や男、こんな感じや。会津酒造、福島県の会津地方にある会津酒造というお酒屋さんで作ってる会津というお酒、はい、純米酒を使った室賀生原酒、室賀生原酒か、はい、なのでちょっと甘みがありますけれども、この室賀生原酒は会津酒造さんはちょっとすっきりとした味わいで。イノシシ肉には合うと思う。イノシシ肉合うか、うん、飲んでみますとわかりません。では、はい、もらってみましょう。ちょっと飲んでみましょう。はい、どうぞ。ちょっと口に含んでごっくんしてください。口に含んでな。はい、これはね、ちょい甘いけど、しつこい甘さじゃないな。うん、本当にお米の甘さや、これ。うん。そしてな、うん、この、まあ、ええ酒やな。ええ酒や。ええ酒です。なんかの、水みたいにいける。あ、そうかもしれませんね。水みたいにいける。うん。全然喉に引っかからん。会津というお酒でございます。会津。会津酒造の会津。もう酔っ払ってるよ。眠い、酔っ払って。酔っ払って眠いわけでしょ。もうなんかもう目がね、しょぼーん。ああ、取らんで、もう眠いから。しょぼーんってなってるから、もう食べて寝るよ。ね、しおちゃん小鍋でした。はい。終了。お皿が。当たりますので、皆さん必死になってやってください。ほら見て、薪ストーブよ。暖かいね。火はいいね。暖かいやろ。暖かい。この部屋の中の一角にぼうぼうと薪ストーブ、しかもお湯がいっぱいや。自由に使っていいんやって。そうやろ。はい、雲取山の山頂到着です。こちらは山梨県の雲取山山頂、山梨県の百名山雲取山、はい、そうなんですよ。もう一つ東京都があるそうですよ。富士山が見えてます。富士山すごいですよ。ほら今日バッチリバッチリ見えてます。綺麗やな。やっぱりみんな日の出上で見たらもうリリアだ。はい、チーズ。イエス。